シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日は今週のドラマについて語っていきたいと思います。先週ですね、水曜日収録だったために水曜日のドラマを見られてないので言及しなかったんですが、今週だから水曜日は2週分、語っていきたいと思います。まずはいつも通り木曜日からスカイキャッスルが始まりましたが、今週は木曜日ご覧になれたんですか？いいえ、全く何も見られてない。あ、そうなんですか。いいえ。そっか、25日だから。25日なんで、そうですね。森田家で飲んで食べて騒いでました。はい。Tさん、スカイキャッスルご覧になりました？見ました。はい。うん。私も見ました。元が韓国ドラマなんですよね。あ、そうなんだ。うん、なんかこれ、子育て受験ママ競争みたいなことですかね。そうですね。うん。なんか私スカイキャッスルだったらもうちょっとそのなんだ富裕層のお金の何かで争うんだと思ったら、お受験が割と今回メインでしたね。これは何、タワマンなの？じゃないんですよ。え、スカイキャッスルっていうタイトルなの？私もタワマンだと思ったから。なんかね、一戸建ての住宅地っぽい高級住宅。てっきり俺タワマンで、私50階だけどあんた49階よねとか、そういうのやんなかった。違うんじゃない？で、あの小雪さんが家庭教師の先生で、年度で2人しか生徒を限定で募集しないのね、うん、でしかも選ぶってね、小雪さんがね、その教える生徒さんを、でそこに何とか入れ込もうとかいろいろ画策してる。お母さんと旦那さん、ね、旦那さん全員お医者さんなんだっけ？全員ではないのか。あ、でもなんかみんな全員外科医の生徒さんだね。全部外科医じゃん、しかも、だからそこもいろいろあるんですよ、ね、そう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 。あれ、橋本潤さん死んでなかったっけ？いなくなっただけだっけ？あ、左遷されたんだっけ？戸田奈穂さんが死んだのか、最後あの飛び降り、うん、自殺しちゃった、ね、自殺なのかみたいな、うん、なんかもう次の理事長候補だったのにいきなり退場しちゃったの、この一家は。まあドロドロまたあるんでしょうね、うん、まあね、だからその戸田奈穂さんがなぜ自殺したのかって、うんうん、あと木村さんがね、意外と一番裏がないっていうか、うん、明るいキャラで出てました、ね、こういうの苦手みたいな感じで、うん、どうですか、Tさん。まあ韓国っぽいなっていう感じですねなんかでも私もタワマンのそのお金争いをド派手にやる感じだと思ったら、うん、割とこう、しょっぱな人が死んじゃったんで、うん、まあ、割とそういう系でいくんですね、うん、まあちょっとまだわかんない感じ、うん。じゃあ次、ギークス。ギークス、まあこの辺はもう全くご覧になってないね。全く見た。うち帰ったら2時だ。はい、はい、はい。やっぱ相変わらずなんかちょっといまいちですね、うん、ギークス。今週、何やってましたっけ？今週は、高級時計窃盗事件みたいなのが、その一回起こって、で、実は誰が盗んだんだっていうのが、実は声優学校に行きたかった娘が、お父さんにはその医者に弁護士になるみたいに言われてたんで、あの声優になりたいなんて言えないから、秘密で実は娘がお父さん の, その時計を盗んで、200万ぐらいする高級時計を奪って監禁して学校に行く。どうやって監禁したの？監禁したっけ、しようとしたっていうだけだったっけ。その学校の友達の男の子が全部やってくれたんで、その男の子が怪しいみたいな。そんなの足がつくよね、うん、すぐに足つくよね。そうなんですよね。なんか お父さんその時計のコレクターだったんですけど、他にも高い時計もっと300万とか1000万とかあったと思うんですけど、なぜかその200万の時計を。だって届けたんでしょ、警察に、うん、届けたらすぐに転売なんかしたらバレちゃうよね、うん、なんかどうしてだっけ、金なんか換金したら、うん、まあいいや、突っ込むのやめとこう、見てないし今回はじゃあ次、クラスメイトの女子全員好きでした。これ意外に面白くないですよねまあまあ笑える、うん、竹内さんちょっと一話目でそれ仕掛けたら脱落というか木曜日なんだよね。あ、基本そうかそうか、うん、あのほら盗作して小説見つかったってんでしょ。そう、うん、ところが、うん、その子は本人じゃなかったんです。なるほどね。だからその噂を聞きつけて、うん、もう金を。噂って何なの？なんかね、話をしてるとこ盗み聞きっていうか、たまたま聞いちゃったから。誰と誰が話をしてるとこ？
なんかすぐねゲロっちゃう友達が誰かいたんですよ。それが1話か2話か分かんないんですけど出てたらしくて、うん、でそれが実はそれを聞いてたので、それって何を聞いてたの？その会話を聞いてた。だからどんな会話？だから これは絶対黙っとけば、そんなん喋るわけないじゃんみたいなのでもうわわ喋ってたんです。全く意味が分かんないんですけど、ね、だってあれ盗作したとか盗作とか言うなとか。いやだからそれ誰と誰が喋ってた、誰と誰が喋ってたんだっけ。このあれ片山とじゃなかった人っけ。ん違う、編集と先生と喋ってたってこと。それを誰が聞いたの？その名乗ったやつが、白川さんになりきったやつがたまたま聞いてたんです。サイン会に来て私が書いたんですって言った女性は、その実はその前に聞いちゃってた、そのやり方、こういう事情で彼は盗作してこの小説が売れたっていう経緯を知ってて、納得いかないような気がするけどそこはもう緩いから、うんうん、それで実はあの金を騙し取るために名乗ってただけ。でもね、突っ込まれたらだって何も答えられないじゃん。ん、例えばあの描写はさ、どうやって書いたんですか。いやそんなさ、時松はもうおろおろし、あ、枝松か、おろおろしちゃってるから、ね、バカなんじゃない。枝松はもうだってなぜこの女が書いたか分かる、分かんなきゃダメじゃんね。それどころか、うん、その白川さんとの、こう昔にね好きだったことを思い出しちゃって、でそれにつけ込んできてるから、白川さんって誰、うん、だからその原作者、うんうん、あ、原作者は誰だか分かってるわけ。 その女性には白川ってのは分かってるんだけど、そのなりすましてたんだよね、こうね寄ってきた人はね。だから寄ってきた人はなんでその白川さん書いたのか分かんの、うん、でそれを聞いちゃったから。誰から。だからさっき言ったこの2人から。この2人は名前も言ったの、そこで名前も言ったのか。白川さんっていうか、あの私が書いたやつだよねみたいなことをサイン会で言われて、うん、あれが白川さんだって枝松は勝手に思って、あ、枝松が勝手に思ったのか。で、まあその成りすました女性的にはそのもともと書いた原作者のふりして金取ってやろうっていう感じで、うん、ただ近づいて、そんなすぐバレるじゃんね、突っ込まれたら。まあでも枝松がボケボケなんで、え、でもいや普通はその言う時にバレないバレるんじゃないかという恐れを抱くじゃない、うん、そうですね、うん、だってもしかしたら正式にじゃあ契約しましょうって話になった時に、うん、絶対バレるよね。そこはだから一応ね、なんかあの謝ってって言ったら全然ねいいんですみたいな、むしろ私の本がこんなに素敵になって嬉しいですみたいな。でもさ、うん、バレた暁にはよ、うん、やっぱりその印税はどんどん入ってくるわけだから、そうそうそう、もし映画化なんかされたらそれを他の男に、うん、いや印税入ってくるけど今すぐボカンと入ってくるわけじゃないのよってかって、そういう電話もしてたのね。それちょっと聞いちゃったり、まあ、それはそういうふうに言うかもわかんないけど、うん、だから契約しましょうって話になるじゃん、うん、それはどうなったの。契約はだからしなくてもいいとかって、まあ、そんなのいいんですって私が書いたわけじゃないじゃないですか。もともとの元ネタがあっただけだからそれはいいですっていう。で全部書いたわけじゃないわけですよ。本そうでしょ、丸写しじゃない。そうなの、うん、そうなのかな、うん、ちょっとほら会話とかも変わってたりするわけでしょ。だもちろんそのどう言われるかと思って2人はビクビクだったんだけど、意外に「いや何気にしてません」とかって言われちゃったから、あのほっとしてたわけです。もし本人が現れたらどうするつもりなんだろう ね。まあだから「やばい」ってまだなってるわけですよ。で毎週毎週だから、いや違う違う、そのね、うん、あの語りした女にも、うん、もしすぐに本人が出てきて別な人がその書いたってことが分かったら、うん、それあれじゃない、恐喝罪じゃん。だってまあ、まあ、金品を取ろうとしてないから微妙だけど、うんうん、多分だからこのドラマではそういう点数は作ってないと思います。まあ、関係ないよね。はいはいはい、分かりましたでこれあの脚本家の何さんでしたっけ、うんうん、方があの約束16年目の真実と同じなんですね。そうだった、ね、あとはね、なんだっけ、転職の魔王様とか、うんうんうん、だからまあまあやっぱりあの見てるとなかなか面白いなとは思ってますけど、うん、木村昴さんの枝松が本当に女の子みんな好きだっていう、ね、可愛いですよね、うん、面白い。なんか毎週同じテンションでいろいろやってくれる。そうそうそう、脚本って森林って人、ね、森林さん3人いますね。でもメインが森林だね。そうですね、一番上だと、うん、森林のこと言ったんじゃないよね今ね。違うと思う。違うよね、うん、それはこの第4話の脚本か、うん、あのクレジット見たらそうでしたね、うん、確か、うん、で調べたらそうだったんで、あ、うん、森林さんは元芸人さん。
そうそう、うん、で放送作家になって、うん、サンドランドとか行く気がやっぱり芸人さんから脚本家さんとかになる人多いですね。芸人から放送作家とか、うん、放送作家、うん、から脚本家になるっていう人が多いよね、うんうんうん、あとだからネタ書いてる方はさ、うん、まあ脚本書いてるのと変わんないからね、まあ、そうですよね。でも原作はこれ爪切りおさんなんだよ、うん、はい、面白いということで意外に面白い、はい、次が、量産型あリコ今週はちょっとこれ見落としてます。あそうなんですね、今週車でしたよ、うん、あそうだイニシャル D であ見ました86やってたんだ見てました見てんじゃん見てんじゃん毎回リコを 見落としかったかと思ってたら実は見てるっていう。見てましたね。今週リコちゃんとお父さんがお祭りに行こうと思って、って準備してたらお父さんがテンション上がってビールをちょっと飲んじゃって車運転できなくなっちゃった。そうね、あれもありえないよね、ちょっと行けなくなっちゃうんですね。ね、かわいそうだった。それで、あのトレノ、あれトレノだよな、トレノ懐かしいね、うん、白黒のパンダトレノ、あトレノ、ね、藤原豆腐店って書いてある、ね、友達が乗ってたな、うん、それを作るっていう回でしたね、うん、次焼いてる2人はすいません今週 見逃してます。何焼いてた今週は。今週は餃子を作ってました。あ餃子か、うん、どういうふうに作ってた餃子。しそ餃子で、うん、あでも普通にちょろっと餃子って世の中の人ってほぼ間違う作り方してるよね。これではなんか普通にいっぱい入れて簡単に混ぜてたよね、うん、それじゃあダメなんだ。やっぱ見たんだ。見てる見てるじゃん。コーンさんすごい。コーンちゃんバカ。あのね、なんでかちょっと言い訳してもいい。まあ、いつも言いますけど肉は肉、はい、で一回あの混ぜてからそこにあの汁気を絞った野菜を入れないとダメですね。なるほど、うん、なるほど、ね、え、やめんのそれで俺ね、うん、ちょっと今週ちょっと言い訳してもいいですか。ダメ、もうじゃあ次に行きましょう、ドラマ見たんですよ他の。はい、何を言ってんすか。地面師たち見ちゃって。あ地面師たちか。いや、あ面白いですね。あ全然見るつもりなかったんですけど、うん、ちょっととある打ち合わせで地面師たちの話題が出て、うん、これこれこれはこれこれこうだって、ね、ともちょっと気になっちゃって一話見たら止まなくなっちゃって。すごい面白いね。7話全部見ちゃって。バカなんじゃん。あれで1回何分50分ぐらい。うわ昨日全部見ちゃったんですよ。バカなんじゃないの。やばいやばいと普段さ3時間の映画見れないとか言ってる人とは思えない。やばいやばいと思いながら全部見ちゃって。まあ面白そうだけどね地面師たち、まあ、それはちょっと後で最後に言及しますけど、ね、それはでも全然これは記憶にないんだ。だから全部ね量が俺のファイルが地面師でいっぱいになっちゃってすいません言い訳です。言い訳ですよ。なるほどね、はい、なるほどなるほど。じゃあ次三谷先生の計画的な絵付け、これは見ました。あなんか一部でなんかね、うん、山崎さんがあの料理をする、うん、そうなんからしいね、うん、今週はなんかねそうめんになんか揚げ浸しの野菜のぶっかけみたいな。揚げ浸しの野菜のぶっかけそうめん、つゆもその揚げ浸しのつゆだったかな。えそこが重要じゃんってことは甘じょっぱい汁なのか、うん、そのまま食べてたからね。だからそれはちょっと本当かよ。それは揚げ浸しのつゆなのを使ったそうめん。でも普通のそうめんに揚げ浸しの野菜だけをこう乗せた。なんかね、最後の方で調理方法のシーンもあったからそこで多分やってたはずだけど。結構それによって味が全然違うんだよ。全然違いますね。うん。でも多分汁は普通だった気がする。なあそれじゃつまんないね。そこはやっぱ揚げ浸しのつゆでやった方が絶対いいと思う。まだシゲって出てきてないよね。この宇野昌平さんすごいね。すごいね。あまだ出てきてなかった。宇野昌平は出るたびにすごいけど、ね、なんかこれね BL ってか生なんですね。その三谷先生がカミングアウトしてるっていう設定でしょ、うん、そうなんだ。そう、うん、これ BL なの。 BL 要素ありっていうふうに視聴者さんからいただいておりますが、でもなんかこれファッション誌の編集部だった石田がちょっとあの担当編集がねなんか都合悪くなったから先生のとこ行って原稿取ってきてって言われていくんですけど、ダメダメなんですよこいつ石田がね、編集が。そうそうそう。でも雑誌社入るの大変じゃないですか。こんなやつ
入れねえと思うんだけどと思いながら見てる。しかも二流ぐらいの出版社だったらほぼ入れないでしょ、うん、でしかも今時ですよ、ファッション誌の編集やってる雑誌を持ってるってことは一流出版社じゃないと、まあほぼね、維持できないじゃないですか、ファッション誌なんか、うん、だからちょっとそこだけがこんなやつ出版社入れねえだろうって、もう俺も落ちまくりましたから出版社、まあ、僕も落ちましたね、うん、入ったよね、かなり厳しい面接でしたね、あの圧迫面接とかじゃないけど、ああそう、うん、厳しかったね面接は、結構突っ込まれましたね、俺なんか一個筆記で起こったし、面接もなんか全く手応えがなかった記憶があるな、うん、あ、最終まで行った出版社は2社ほどありましたけど、ちょっと言い間違えたな、失敗したな、何年わかる、でもそういうの覚えてるんだよね、受けた時にどういう男性誌を作りたいんですかっていうふうに、そこでちょっと答えを間違えたね、それを探るために御社に入りたいと思いますって言えばよかったな、失敗したな今俺そういう質問だったら答えたかったな、そっちに誘導するように答えればよかったな、まあ、いやだから何やりたいんですかって聞いたから、うん、もう今までにないような男性誌を作りたいと思いますって言ったんだよ、ね、で頭の中にボワーっとあるんだけど、これを言葉にするのがちょっと難しかった、うん、だからそれを探るために御社に入って、うん、の奮闘最新頑張りたいと思いますって言えばよかったな、失敗したまあいいやということで、まあホームワークしてるし料理もやるから、うん、あの料理の好きな竹内さんもいいんじゃないですか、ね、ちょっと見てみたい、うん、これ何時にやってんの、結構夜深いところでしょ、1時59分、なんちゃん MBS だから、あ毎日か、日本でやるんだ、東京でやってないんじゃん、だからやってないんだっけ、また TVer でしょこれ、そっか、だって毎日ってことはさ TBS でしょ、そうだね、 TBS ってこんな番組やってないもんだって、そうだ、うん、TVer じゃんこれ、また TVer じゃん、じゃあ難しいね、まあ、TVer 見るのが結構最近苦痛だからな、うん、でも今週2本見たべ、うん、おお、何見たんだろうね、何見たんでしょうね、あ、わかった、うん、西園寺さんだ、1本はあの、まあ、皆さんが喜びますよ、なんだっけあれ、飯を食らいて、あ、花と継ぐ、金曜日、所詮人事ですから、やっぱり一言なんだね、皆さんに他人事、うん、そうそうそう、テレビドラマだから他人事なのかと思ってた、うん、まあ、他人事って御用が広まった例なんですね、そうそうそう、うん、一言ってしか読まないからもともとは、うんうん、重複重複みたいなもんですか、重複重複とか、あの、うん、なんだっけ、うん、総裁、あ、総殺、総殺、あとなんだっけ、結構いっぱいあるありますよね、うんうん、一言です、すいませんでした、一言でした、ね、すいません、どうも一言なもんででも面白いですやっぱり、ね、うん、所詮一言ですから、しかもあの2話目に頭が食い入るのもいい、そ う, いいですよ、ね、そう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 、今度はつなぎで野村周平さんのね、バンドメンバーこうつな、ちょっとつなぎ、後半つないで野村周平さんのバンドパターン、バンドパターン、違うよ、つないでじゃないんだよ、うん、そういうやり方で行くんだよ、うん、全部これ多分、うん、なんて言えばいいのそれ、つなぐ、だから2週目にまたがって、またがる、うん、つなぎじゃなくてまたがり、つなぐっていうことは、あの1話と3話がすごいスペシャルで、うん、間につなぎでっていう捉え方をしようじゃん、俺つながるのつなぎだと思ったんですけど、ちょっと意味が分かんない、だつなぎって言い方はちょっと良くないと思う、はい、でも野村さんの、あれ平優奈だったんだ、うん、誰だろうと思ってたんだ、あ の, の野村さんのキャラとやり取りのケンティの安田、うん、弁護士とのやり取り良かったですね、良かった、すごく良、うん、かったですね、うん、いくらでも出すからちょっと待ってください、バーって消す、3000万ぐらいですかねからからって、うんって待ってさじゃあ600万ぐらいでってちょっと絞ってね、そういうのが非常に勉強になりますよね、見てて、うん、リアリティがあって一個一個詰めていく様が、うん、本当にケンティーもすぐあの値段換算できるのがすごいよ ね、この安田弁護士、優秀なんだよ、優秀なんだよ、安田先生ね、うんうん、でもこの双葉リオもあの書き込みで一個だけいい書き込みがあったら、おここに決めたかなんか、それもちょっとどうなのと思ったら、まあ、勘が鋭いんでしょうね、まあ、感性でしょうね、あれは、ね、うん、あれラバーガールの大水くんさんも良かったよ、ね、大水さん良かったね、うん、執行官ね、なかなか面白い、あと足立凛花が面白かった、足立凛花ね、うん、いい加減主婦、うん、あれはすごいわ、適当主婦、払わなくて平気だったみたいな、平気じゃねえから、で執行官来てみんなバレちゃってね、バレちゃったね、第1話面白かったねこれ、うん、うん、
2話も面白かったですよ。2話はまだ終わってないもん。そう、うん、今のところで、また3もちょっとこう、うん、またぐんですかね、うんうん、またぐまたぐ、つながるのでもこれ、なかなか面白いです。面白いですね、はい、楽しみです。次、ビニオンスクール。すいません、私はちょっともうほぼ脱落してます。面白いよね、結構脱落してます、うん、まあ、すごく面白く言うわけではないけど、今週は引きこもりだっけ。そうです、そうです。うん、誰が引きこもってたの。ね、山下幸喜さん演じる竹中。あ、山下幸喜演じる竹中くんが、はい、それで先生とクイズに出るのが面白かった。クイズ番組。先生、俺学校行ったことないから、うん、小学校で一番人気な、なんだっけ、美味しい揚げたパンは何でしょう。あ、違うな甘いパンは何でしょう。答えられなくて、うん、なかなか負けそうになるのがね、面白かった。しかも散々楽しみにして放映日になって見たらやんないどうしてやんないんだこれはって言ったら、芹沢が、うん、あれ送らにしましたからって言われるっていうのがおかしかった。引きこもりはすごい頭がいいんです。あ、頭がいいけど引きこもってんだ。もう俺は学校で学ぶことなんか何もないっつって引きこもって、うん、まあそれはそれでいいよね別に。でも実はそれはその挫折を味わいたくないからっていうことが分かるっていうね、うん、自分に似てるって鏡が言って。なるほど、うん、で対決していくわけだよね。で、彼も最後は鏡側につきますね。鏡側で、これ鏡側についてる生徒がどんどん多くなっていくっていう設定だから、うん、っていうやつですね。どこと対立してるんでしたっけ。対立してない。なんとか側ってことは、なんとか側、鏡側についてないか。いや、まあ、いわゆる不良がいるわけよ。でその不良は校長先生の娘なわけよ、うん、で校長先生はどうもその鏡グループの会長とつるんでて、で鏡を追い落とそうと思ったら会長はそのまま彼をいさせてくれっていう、一体会長が何を考えてそれやってるのかよくわからんっていう今経過のまま今動いてるわけ、うん、ヒエラルキー作ってなんかこう先週やってました、ね、顔写真貼ってたりしてたね、うん。ちなみに倉沢杏奈ちゃん出てますけどね。倉沢杏奈さんは何に出てました。まあいいです、じゃあもう無視で、はい、それは、はい、倉沢杏奈ちゃんも悪役側の一人ね。この子もそろそろなんかですかね。一番悪役は東堂ゆきみだっけ。そう、東堂ゆきみ、大原あずさちゃんの、うんうん、東堂ゆきみが校長の娘で、うん、どうもやっぱり母親に対して一物二物三物何かあるんだよね、うん。それとあと不良の生徒が一人いるんだよ。誰だろう、うん、ここ、あ、このあれだ、城島優くんだね、うん、奥野壮が演じてる彼と、この2人が最後じゃないですか、うん、なかなか面白いですよ、うん、普通に、うん、じゃあ次、ガラウマと粒子か。これはまだなんかあんま進まないんで退屈ですってことも。いや、進まないっていうか一枚ずつ入ってくんで、うん、時間がかかんだよね。そうだね、大元にたどり着くまでに、うん、まだ剥ぎ続けると思うんだよ、うん、今これ何話だって4話でしょ、うん、5話ですね。え、5話、そう、私の名は5話、うん、え、本当。あ、本当だ、はい、5話ですね、うん、私の名は5話でした。今週なんか進展ありましたっけ。今週は何だっけ。なんかでも清家の母親が鈴木をなんかちょっとたぶらかしてた、ね、誘惑してましたね。ああ、そうね、うん、体でね。いや、もうなんかベッドなんか2人で入ってた、あれはすごいですねなんかメイ・ディセンバーを思い出しちゃいました。ペタジーニのお母さん、ね、うん、お母さんっていうかペタジーニの奥さん、ね、大丈夫かなと思って、うん、これ多分中盤ちょっとあれだよね、うん、こうなんかないと。いやいや、そうじゃなく中盤ちょっとだれると思うんだよ、みんな見てて、うん、仕方がないと思うんだよ、このドラマの構成上、うん、1枚ずつ入ってくから、うん、なんかそこ行き着くまでが結構大変だわね、うん、突然何か大きな事件が起きるとかじゃない。いや、起きたとしてもそれがなんか一枚ハグ、あ、つながりの中のの一つ一つ、うん、としかなんないから、うん、結局最後になるまで、剥ぎ終わるまで、うん、その訴求力が保つかどうかってことじゃない。そうですね、うん、あ、しょうがないよ、こういうドラマの構成上ね、うん、いや、これで脱落していく人がいたら、まあ、送り手の、そういう方もいらっしゃる、送り手の計画の失敗だと思う、うん、そうですね、うん。じゃあ次、伝説のヘッドショー。これは脱落ですね。僕も脱落しました、うん、あ、じゃあ私も、はい、ごめんなさい、お疲れです。
次、錦糸町パラダイス渋谷から一本。これもちょっと危ないな。なんか今週は彼らの昔の高校生の時の友達が出てきてましたね。うん、なんかこのラジオの波江とかもイチャイチャしすぎでしょみたいな、やりすぎてたよね、ちょっと、うん、好きなんですよね、あのパート、うん、作り手さんが。マッサンも出てきてたね、ちょっと出たね、うん、まあなんかでも確かに59だっけ、95、うん、とちょっと似た感覚あるよね、うん、そう、なんか掴めてないですこれは全貌が明らかになるまで、うん、明らかになったら終わりって感じだよね。そうですね、うん、あ、そういうことだったのかって最後なのかな。だってこれノーライフのところまたどんどん人が出てくるってことでしょ、これ、うん、この黄色の相関図のめくれていくわけですよね、うん、しかも超豪華キャストやね、これ、うん、まだまだだね、これも、うん、次、晩酌の流儀3。今週はアヒージョだっけ、違った、する先週だって今週はなんだっけ、カレーフォンデュです。あ、カレーフォンデュだ。今週見てない、うん、これは確実に見てない。ほんまですか、見てない。カレーフォンデュどうやって作るの、うん、カレーとフォンデュ作ればいいんじゃないの。カレーを作ってそこにつけて食うだけなんだ。そうなんだ、それ、それだけですよね。何食べる、パン。いやいや、だからエビとかなんだとかパンだとかいろいろ、なんか肉団子も作ってました。チーズフォンデュってほとんどパンじゃないですか。でもさ、これバカだよ、これあれだよね、今週あのパーティーがあったやつだよね。俺だったらパーティーで飲んで食って、うちでも飲んで食うけどね。しかもカレーだったらもう一日置いておいてもいいと思うんだけど、ちょっと意味がよく、まあね、見てない人には分かんないと思うけどね俺だったら絶対和牛ステーキは。パーティーどこでやってたの。結構あのちゃんとしたとこでパーティーやって、なんか表彰、会社の表彰式みたいなのやって、いろんなごちそうが出るんですけど、うん、今日晩酌があるから我慢する。しかもあの飲んだふりをするわけよ、うん、そのみんな専務とか社長とかに悪いから、うん、いやそりゃないよ、いくらなんでも、いくらなんでも、しかも君僕の一番好きなスコッチで一番好きな美味しいハイボールと和牛の今日はステーキで、だったら飲んで食うだろう、それはあの食べるのが好きならどんなもんか。そうですよね、まあ、みゆきさん変わった人なんで、みゆきさん超変わってるよ、あんなうちでない金麦飲むんだったらさ、そのね、あの社長が今まで飲んだハイボールで一番うまいっていうのを飲まない手はないと思うんだけど、ちょっと変わってる、それを食べずに、食べずに飲まずにタッカレーフォンデュ食べたの、うん、そしてあの金麦のこの一杯目が、いや別に明日だって一杯目飲めんじゃん、別にいいじゃん明日にすれば、それ一日ぐらい持つからだめですよね、パーティーですごいごちそう出てたんだ、ハイボール早く飲みたい飲みたいね、今日もレモン一切れ持ってきたから ね、レモンの今日は青山のお弁当で懐石の青山のお弁当で、そんなこと言ったら待ちきれなくなっちゃうわよ待ちきれない、何のキャラで、岡部はじめさんでそっか、うん、岡山はじめさんでした、岡部厚さんとね、岡山はじめがあのなんか重役と友達だったり、うん、結構面白い回だった、うん、おーおーおーなんつってね、うん、しかも次社長になるんじゃないかって心配してました、うん、自分思ってない、かわいい、会社潰れちゃうよ、潰れちゃうよこんなん相変わらず岡山はじめ面白い、面白かった、うん、じゃあ次、ゴーホーム警視庁身元不明、今曜日言わなかったよね、あ、土曜日ゴーホーム警視庁身元不明、まだ夜中に何かあったかなと思ったそしたらゴーホームって言いやがったゴーホームしょうがねえな、ほんまにもう MC やめたらやめてもいいのか、違うか誰がやんだよT さん覆面かぶってここに来る今度いいね、うん、いいよ、これなんかただの事件ものになってますね、まああんまり面白くないよね、普通だよね、いやしかも事件もあんま転がんないんだもん、そう身元不明人の話、まあ身元不明人なんだけどもうちょっとなんかないとね、身元不明人探すのにただのヒューマンやりたいだけだから、そのただヒューマンやりたいっていうのはちょっと問題があるよな、これちょっと面白くないな、脱落、え脱落すんの、あんただって小芝風花大好きじゃん、小芝風花ちゃんは好きですけど、うん、そんな面白くなかったか、僕やっぱ小芝風花、小芝風花しない小芝風花を見たいな毎回言ってます、毎回言ってるけど、ね、もういいよこういう役はもう分かったから、もう本当に、でまあ今週ほら入れ替わりになってた、なんだっけ今週の話って、なんかほら崖から突き落とされて死んじゃって、山本美月さん、あああれか、青い王君、あんなことないから、ね、うん、彼女をずっと待っててみたいな、もうちょっとなんか手際が良くないと、うん、なかなか難しいよねあれ、難しい、うん、はい、
ごめんなさい、今一つですね。マルヒのみつこさんは見逃しました。本当に見てない、うん、忘れてるだけ。ここ見てない。だってあんた福原遥ちゃん大好きじゃん。でもこのキャラはね、あんまそんな好きじゃない。そう、俺福原遥の中で最も面白いと思う。わかりますよ。いや、キャラはね、ドラマはもう一つだけど、うん、だってもう福原遥もいつもなんかお嬢さんお嬢さんした役しかやんない、うん、まあね、まあね。たまにこういう役やると面白いよ、うんうん、少しは進展したのこれ。進展っていうか別に進展の話じゃないもんね、はい、どうなったのじゃん。どうなったもこうなったもんね。あの続きだよ。だからだってこの松行靖子さんが継ぐんでしょ会社を。まあ最終的にはそうなんでしょうね、うんうん、それサポートするんでしょ光子さん。今週はあれだっけ、そのなんかすごい有名な人をパーティーに呼んだ回だっけ。そうです。それ合ってる。なんか娘がアテンドで、その光子さんがその日なんか行けないから娘がアテンドについて全部説明するはずだったんだけど、娘はもうお母さんに社長なんかなってもらいたくないみたいな感じの考えで裏切ろうとするんですけどみたいな。裏切れなくなっちゃうんだよね、うん。彼女なかなかいいね。吉柳さくらさん良かったですね、うん、彼女なかなかいいと思う、うん、なんかこの家族のキャスティング面白い、うん、なかなかとぼけた清水智也ね。そうそうそう、うん、あの悪な清水智也じゃないバージョン。これ智也って読むんでしたっけ。あ、ひろやさんだ。ひろやさん、うん、ええ清水ひろやさん。あ、ひろやなの、うん、あ、智也じゃないのか。ひろやね、うん、清水ひろや。なんか光子がに謎はずっとありますよね。しかも九条いすゞがね、実はその黒幕みたいな。あ、そうそうそう、うん、相変わらず順調にいってるわねっていうところで終わりになるっていう、うん、光子と光子さん、うん、まあでもそれはもう最初からなんとなくわかるけどね、見てて。うん、次、青島くんは一番相変わらずこれは楽しく見てますついに、うん、ついにまだわかんないよ。ついにだ。まだわかんないよ、だって布団引っ張ってきて倒したところで終わりじゃん。倒しててその後どっちかが寝入っちゃう、どっちかが寝入っちゃうとかよくあるパターンじゃん、ドラマで、うん、どうしたのどうしたの、もう疲れて今日は無理だとか言って寝ちゃうとかってパターンもあるから。でそれを酔ったせいにさせませんよとかって言って正座して向き合ってた。しかもネットで騒いでたのは、うん、布団引きずるのが良かった。あ、そう、ザブトン、ザブトン引きずってこっちに引き寄せてた、ね、あれが良かった。あれはいいよ、ね、確かに新しい技だね。あれ なんて呼ぶんだろうね、なんて呼ぶんでしょうね、うん、引きずりザブトンか。ザブトンそんなにあるかなみんな。あれでそのまま寝ちゃうってはぁってなっちゃう。いや、わかんないよそれは。ひどいや、それはもうだって青島も好きなんだもん、ゆきのさんの。だってずっと好きだって言ってんじゃん。そう、うん、いや、むしろ、いや、むしろ、うん、だからゆきのも好きなんだけどやっぱり年齢差で踏み切れないんだよね。そうそうそう。で青島くんの周りの人たちがね、うん、あ、それでかやっとわかったみたいなね。何のこと。いやだからほら、なんでこんなイケメンがさ思い通りにならなくて悩んでる風じゃないですか。それがなんで相手がこんなモテモテ男が思い通りに女の子、そんどんなすごい子なのっつったら35歳でっつって、ああお母さんたちが納得するってことね。そうそうそう、やっと分かりました。分かりました。そこ先言ってくれればよかったんですね。っていう流れを、ああ何のこと言ってんだろうこの人は、だなって、そのこと言ってました。34か、干物系女子だね。でも全然そうは見えないけど、ね、でも楽しいじゃないですか。まあ可愛いしいいです、うんうん、中村アンさん綺麗だし。じゃあ来週あれはあんなことはなかったか。まあどうでもいいですね。筋は言っとくけど、この二人がイチャイチャしてるだけで幸せですねみたいな。あなたは、うん、はい、別に進展しなくてもいい。なるほど。笑う彼女、これはダメだ。脱落かな俺も。俺もダメだ。私もダメだ。ちょっと内田理央にこの役は無理だな。申し訳ないけど。私なんかちょっとっていう詐欺しろみたいな。なんか松井玲奈ちゃんはこういう役多いですね。多いね。オロオロする。誰だったらいいんですかじゃあ。もう年齢ももうちょい上の方がいいと思うんだよね。いいね。ちょっとこの内田理央って32、3ぐらいだよね。もうちょい上じゃのやっぱり女優で、それなりにこう格闘こう何あのなんつうんだっけ、こうなんつうのガタイじゃなくてなんつうんだっけこう貫禄がある女優の方がいいんじゃないか。うん、いや例えばだからあのそのなんだっけエンジェルフライトをやってるなんだっけ米倉さん、米倉涼子とか、うん、あとなんだっけあのほら
ドクターなんとかの、なんだっけ、あの宝塚出身の背の高い天海祐希さん、天海祐希とか、うん、まあ例えばあの2人とかだったら、まあ、納得はできると思うんだけど、年齢もあれぐらいがいいって感じ、年齢も、まあそこまでいかなくてもそういう貫禄がある、あ、小池栄子なら全然いけると思うんだけど、うん、まあその予算では作られてないですよね、まあ、予算っていうかやっぱキャスティングなんじゃないかと思うんだよな、これ、うん、でもほらその今言った3人だと思って、いや、まあその3人はね、うん、だけどまあなんかこう貫禄があって、うん、やっぱりもうちょっとこう、なんつうんだろうな、酸いも甘いも噛み分けた感じはやっぱ欲しいよなと思って、うん、これすぐ捕まりそうじゃないの、まあ、内田亮さんにありいいけど、うんうん、じゃあね、その、うん、木南遥さんとかじゃない、あ、木南遥あるかもね、薄田麻美さんとか、まあ、薄田麻美もギリギリあるかも、うん、もうちょっとだから線が太い系がいいと思う、細い系でなくて、うん、だってこんなさ、ボロコンサル買わないっしょ、うんうん、スタートからおかしいよね、ちょっと設定に無理があるよね、あのドラマ内リアリティを僕らがなかなかこう認識できないまま進むよね、うん、これはもう個人の問題もあると思うけど、うん、ちょっと、うん、ちょっともうないかな、じゃあ次日曜日光る君へ、ついに慣れしで2人いなくなりましたね、うん、俺これ見る前に慣れし食らっちゃって、うん、ああ、そうなんですね、もういきなり佐々木蔵之介死んじゃったし、あ、死んじゃうのまあ、もうネタバレ食らっても史実だからしょうがないよって、あんまり関係ないと思うよ、ね、あと今の際が全く出てこないでね、そう、あ、すいません、お亡くなりになりましたはぁーみたいなあっさり死んじゃった、ほんとあっさり慣れしでした、ね、これどうなるんですか、これどうなるんですか、まひろさんは、まひろはだから誰かにつくんだよね、また、いや、っていうかその蔵之介さんの、うん、あとにまた男の人が来るの、ないんじゃないかな、の一人で育てるってこと、一人で育てんじゃないの、それで誰かのお付きになんだよね、うん、そう、暮らしていけないから、うん、お父さんも頼りないし、うんうん、お父さんね、仕事断ってそれ、あとだからもうすぐあいつがいなくなんでしょ、これ近が、うん、なんかまだなんか呪詛とかしてたけど、してた、ね、確か一回呪詛で捕まんだよね、呪詛の容疑で、そうなんだ、バカだよねあいつも、まだこいつが勝負の根源だから、せっかく助けてもらったのにさ、うん、なんで道長を恨むのかがよくわかんないよ ね、自分がアリーナにさ、うん、まあ弟も恨んでたけどな、うん、だいたいお前が矢を追いかけるからだ、またそこですかおかしい、分かってるよね、弟は頭が結構いいからね、うん、まあ、後にだから道長のね、うん、あの手下の一人になるですよね、うんうん、だから世渡り上手弟だよね、うん、そうだね、うん、これしか本当バカだよね、うん、バカだよね、うん、ちょっとでも自分はそういう人間だって思い上がってるんですかね、まあ、あの元々才能には恵まれたし、うん、なんで歌人だか俳人だか、歌人が、うん、としてはこの時代でもこのこれしか結構有名な人だったらしいし、うんうん、能力は高いんでしょうね、なるほどね、うん、まあそういうなんかいろいろな人のやり取り見てるだけで楽しい、まあ、だからそんな中で道長は本来自分はそういう中に巻き込まれずに、うん、育っていきたいしそういう方向性でいきたいと思ってたんだけど、うん、時代が彼を要求したってことだ、うん、ですよね、そのだから時代が彼を要求したっていうラインと、うん、そうじゃないその権力でのし上がりたい人たちの構図っていうのも一つにあると思うんで、まあ、それはしょうがないところだよね、そうですね、うん、まあでも面白いです、まあ面白いですね、相変わらず、じゃあ次ブラックペアンシーズン2、今回別パターンできましたね、公開手術でありながら、うん、これでも俺やっぱちょっとすいません、なんか言及するなって言われたんですけど、うん、いやちょっとこれ詐欺だっつって訴えてくるじゃないですか、はいはいはい、訴えてはいないよね、だって抗議に来るじゃない、抗議には来る、うん、でなんかすごいいっぱい人がいるんじゃないですか、はいはいはい、あのなんか俺もだからあの先生のお付きの人々だからね、でも20人ぐらいいましたよ、全然もっといるでしょ、もっといたか、もう支援団体なんかいっぱいいるもんだって、先生が抗議しに行くって言ったらおーっつって、いや刑事告訴しろよって思うんだ、いやだからしないから訴えに来てるんだよ、ああやってさ、でまあ、まあいいですよ、だってあれはあれだもん、あの単に、天城先生の声紋を落としたいだけだから、うん、基本、まあまあいいんですけど、うん、そしたら心臓病だって言うんでしょ、うん、いやそうだけどそう思っちゃいけないんですよ、それは別
別に偶然じゃん。しかもドラマ内のことだからありえるよね。で偶然まあいいとしましょう、うん、でまた公開手術やるんだと思って、うん、はあ、だって患者が望んでんじゃしょうがないじゃん。いや患者は要するに天城幸彦を追い落としたいから、その、あ、その逆の方向のためなら、うん、何でもやるってことでしょ。なるほどね。じゃあ、あとほら段田康則演じる菅井先生とくっついてるからしか、うん、まあそうなんですけどね、うん、Eさんはどうなんですか。まあでも楽しく面白く見てますよ。なんかその坂田が突っ込むの聞いてるのもなんか面白いあの突っ込むのはあの当然だと思うんですけど、まあそれ突っ込み始めたらこれキリがないよ。いやだから最初ね1話目でなんかすごいやっぱ事象が多すぎちゃって、うん、ちょっとどうなのと思ったら、こう2話目ぐらいからねこう心臓の手術とかにこう、うん、フォーカスされるから、うん、あのそれだけ見てれば見やすかったんですけど、うん、またさあの抗議活動するわ、そのでばったり倒れるわ、うん、公開手術するわっていう、なんかその流れがさ、まあ、僕は全然容認できますけど、だってあれは要は天城先生を追い落とすだけの策略を裏で菅井が練ってる一つの手に過ぎないと思う。まあ倒れたのは偶然だけどね。まあお二人は楽しくご覧になってます、ね、まあ、 あの普通に面白いと思います。まあまあ日曜ドラマだから、日曜劇場か、あの豪華キャストですしね、うんうんうん、まあこれ容認できない人は無理ですよ、もうやめたらみんなサムさんにいくら言っても分かんない。視聴者さんに絶対言及しないでくれって言われてるんですけど、ね、あ、そう言われてんの。そうですよ、まあ、ニョロミヤフの作品に言及しないでください。あ、そっかそっか、はい、T さん笑ってますけど次、月曜日海の始まり見せなかったどうしたい1個抜かしてました。降り積もれ孤独な死よ、うんうん、絵が変わってる下り面白かった。これ面白かったです、うんうん、まあ、しかも全く違う絵だもんね、うん、あれ意味あるんでしょうね。あるんでしょうね、多分、うん、しかも吉川愛ちゃんが刺されちゃうのもね、うん、あの犯人は誰なんですか。え、誰なんですか。またあの顔なんかね、いろいろやっていくか分かんないよね、うん、誰か。よく分かんない。相川柔道もね、手につけられた傷をまたさらにして、こう雪の結晶のあのなんとかマークにしたんだよね、うん、ちょっとでもまだ全く分かんないな、これも。だから最初の事件と今追っかけてるのとどうリンクするのかも分かんないし。どうですか、ホームズ先生。だから俺1話目見てないんでね、よく分かんないね、よく分かんなくて見てます。1話目見てもよく分かんないんじゃないかと思う、ね、そうなんだ、うん、まあでも面白いんだけどね、うん、まあ面白いですけどまだ全く分かんない次月曜日海の始まり、 T さんいかがでしたか。うん、なんか今週は、じゃあ私が言いましょう、はい、今週は月岡夏が家族に告白しました。告白の仕方が結構俺みたいな感じでざっくりしか言わないから、前後の経緯とかはもう両親も弟も分かんないんですよ。そんなんで産ませたのみたいな、何も聞いてなかったのみたいな、全く納得いかないってちょっとお母さんも怒ったんだけど、でもまあほらボソボソいつものようにね真面目に喋るから、だんだんなんかまあやっぱこの家族はあったかい家族だからね、夏のことも受けちゃんと分かってくれて、しかも海ちゃんに会いたいっていうことになって、まあ海ちゃんに会ったりするとそこでまた向上が生まれたりするんで、だんだんなんかほんわかしてる感じが今週は結構あんまりヒリヒリしてなかったです、うんうん、T さんいかがでした。そうですね、なんかやっぱこのドラマはなんかこのちょっとずつ一個ずつの細かい演出がぐさぐさ刺さりますね。こうちっちゃい時髪の毛揺らってもらったのが、はいはいはい、お母さんはこう揺らくけど他の人に揺らってもらうとこうなんか気を使って緩く揺かれるみたいな話をこういろいろつなげて話してったり、うんうん、そういうのはやっぱり脚本なんだね、うん、なんかそれがやっぱり、うん、自分も思い出すのでいろいろ。そうか、うん、髪言ってもらったことなんかないから。そうですよね。そう、私いつも言ってもらって。かわいそうでしょ。言ってもらいたかったな。言ってもらえればよかったね、お母さんに。なんかあとシングルマザーの方がその美容室にお金も時間もないから行けないっていうのも、うん、なんかちょうど友達が同じこと言ってて、シングルマザーじゃないんですけど、うん、なんか
時間もないし余裕がない、そんなことしてる、うん、病院も行けないみたいなことをすごい若い時に、すごい若い時、その子結婚して言われた時に、そうなんだ、大変って思って、まあね、でもその時自分だって普通の女の子ってさ、うん、美容院なんか月に2度とか行く人もいるじゃない。月に2度はまあ相当行ってるけど、相当いるでしょ。でもそれ2度行くとさ、もう1万いくらとかになっちゃうわけじゃん。1万いくらになっちゃうんだよ。そうなんですよ。俺なんか2ヶ月に1回しか行かないけどさなんかそのセリフとかがいちいちこうぐさぐさと、ぐさぐさというか、あーって言って、いろんなことを思う、あるあるみたいな、うん、思って、その辺細かいよね。そうです。それで結構、うん、なんだろうな、自分的にこう、なるほど、ね、うん、結構な泣けたりはしますね。なるほどね。でもなんか今週たまたま友達、久しぶりの友達、女の子4人に会って、みんな主婦なんですけど、子供もいる子もいて、全員これだけを見てました時間ないけどって言って、これだけ見てるって全員言ってました。それは何がそうさせてるんですかね。まあ目黒蓮さんっていうのが大きいですね。でもだからそれで目黒蓮くん出てるから見てるけど、内容がかなり辛いから、ちょっと見たくないなって思いながら見てる、頑張って見てるって言ってました。俺の最初はすごいガンと、竹内さんおっしゃるようにね、こう設定に得意なものを持ってくるじゃないですか。だけどなんか一個一個ほぐしていくような感じがあるから、なんかそうですね、だんだん、柔らかい気持ちになって、最近はそう思います。わかります。なんかこう応援したくなる感じが出てきました。わざとやってからのかましは。そうですね、うん、じゃあ次、マウンテンドクター、私は脱落してますか。今週はあのずっと前半引っ張ってきた、うん、あの宮沢エマ演じる鮎川と、大森奈緒演じる江守のその山を恨んでる、この2人の関係性の謎が解けるエピソードでしたね、うんうん、だからその鮎川玲が自分がしたことによって江守の奥様を死なせてしまったっていう悔恨があるんだけど、江守はまあ口では言ってるけど、まあ、山を恨んでいて、その鮎川が悪いわけじゃないっていうふうには言ってますよね、うん、だけどまあそれはそういうふうに言わざるを得ないから言ってるんで、鮎川さんに対して何も感じてないかっていうと、それもまた違うような気がするんだけどね、うん、でもまあその謎が今回解けるってことで、うんうん、あの子は可愛かったよね。あれ誰だっけ、山で倒れちゃう登山家の女の子、あの子もなかなか良かったよね。あの死にそうな目に遭うのに、ぜひまた山に登りたいっつって退院していく。良かったですね、うん、工藤美桜か、工藤美桜だったかな、確か。来週はあのずっと引っ張ってるあの彼ね、なんだっけ、江守先生には止められたけど、宮本先生によって山をに行けるようになったおじさん出てくるじゃない、うん、彼が来週フィーチャリングみたいだったの。そうですね、工藤美桜さん、うん、なんだっけあの役者、よくあのエロビデオとかにもいっぱい出てたね、痴漢役とかもしてたなんだっけあの人、そうなんですか、痴漢役で結構有名だったよね。そうなんだ、なんだっけあの役者、なんかこれ結構なんだろう、このドラマ面白い、あの八嶋智人のやる気のないあのリーダーがおかしいよ、ね、そうなんです、このチームなんかやる気満々じゃないのがいいと思って、うん、そうやる気満々なら宮本先生だけだよね。そうそうそう本当にそうなんだ、それがなんかいい、あいいじゃん、もう来週やればあみたいなね、もう終わり終わりなんつって八嶋智人が言うと、そこに江守先生が入ってきて、あの反省をしたのかみたいなことを言って、うん、あの反省をしなきゃ意味がないだろみたいなことを言うのがね、なるほど、結構面白い、それいいですね、うん、そろそろ小宮山先生もあの山に行ってくださいよ、えリーダーが行くのないだろう、リーダーはやっぱり現場で待ってないととか言ってたよね全くやる気のないリーダーね、あ、工藤美桜ちゃん、この丸山恵里子ちゃん、そうですよ、うん、なかなか面白く見てます、なんかいかにも、なんか杉野陽介が主演するドラマっぽいね。そうですね、うん、確かに、じゃあぴったりってことですね、なんかぴったりだよね、うん、なんか杉野陽介のためのドラマのような、これでも主役他の人だとなかなか当てはまんないと思うんだよね、うん、うんうん、まあ、多分このシチュエーション的にはさ、あの何、なんとか何ちゃん先生だっけ、あのしこちゃん先生、しこちゃん先生とほぼ設定は一緒なんだけど、あのやっぱりちょっとガタイが良くないとダメなのかな、まあ、キャラクター造形が全然違うよね、うんうん、じゃあ次火曜日が西園寺さんを家事してで、まあ、カゾカゾが上映、あ、放映なかったんで、4話にして初めて見ました、ね、見ました、そう、うん、どうでした、いや面白かった、うんうん、あと松本若菜がやっぱこの西園寺さんに、うん、
ぴったりに演じていて、うんまあ、ちょっと過剰なんだけど、うん、テレビっぽくていいよね、うんうんうん、俺でも今週はもう西園寺さんのパンケーキもイライラしてさ、それは無理だよ、 あんな焦げ焦げのパンケーキ、まあね多分ね、うん、センスがなくて今までやったことのない人にパンケーキ焼けないと思うよ、焼けないよね、うん、3枚ぐらい焦がしてまして、3枚どこじゃないんじゃん、あれはだから見えてる分だけだから、 それ無理だよね、いや無理だよ、いきなりあんな料理なんかできないって、ね、デリバリーかなんか頼めばいいのにと思っちゃって、であれ俺あれでもすごいなんで心配しちゃって、もうなんだっけルカちゃんがさ悲しい思いするんじゃないかって、そんなわけないだろ心配してる、どうでもだってあんなパンケーキ出てきたら泣いちゃうよ、あれ出さないでしょあんなパンケーキいくらなんだはーみたいな、うん、でイライラして見てましたけど、うんまあ、あのいい人だからね、西園寺さんは、うんまあ、松本若菜ほんとぴったりだね、これはね、うん、なかなか楽しかったです、うんまあ、数がなければね、1話目から見てたはずなんで、うんうん、で、実はその TVer で第1話を見てみました、お、うん、ああ、こういう設定でこうなったのねっていうところを見ました、そうそうそう、最初のあの、アンドロイドみたいな松村北斗が面白かった確かにあれはパニックってたの？ええ、パニックってましたっていうあれがなかなか面白いよねこれでも相変わらず野呂佳代さんに外れなしってことですかね、まあまあそうなんでしょうね、うんすごい ね、 もねちょっと塚本くんが太ったように見えるけど、あとこの久住瑠佳ちゃん演じているね、うん、倉田、エマちゃん、うん、なかなかいいね、可愛いですね、あのただ単にこう可愛い子役じゃないところは、いややっぱりほらあの同じ保育園 の、 あの女の子とか男の子出てきたけど、うん、やっぱ彼女が一番やっぱり演技うまいよね、うん、そうだね、うんうん、それはさすがここに選ばれるだけあるなと思って、うん、あとリキちゃんが全く西園寺さんに懐いてないのすごい嫌がってんの、触られるの、うまいね、そういう演技、いやいや、うまいんじゃなくて嫌なんでしょう多分このリキちゃん演技してんでしょ、いや、リキちゃん嫌がってるの、ものすごく西園寺さんにいじられるのまあ、これもほんわか、うん、面白いね、普通に面白く見られますね、じゃあ次、カドカドカカはお休みだったんですね、そう、あのオリンピックの放映でなかった、うん、だから第4話をリアルに見ました、うん、じゃあ次、あの子の子供、私はかわいそうすぎて脱落してま す、 す、ね、これは T さんしか見てないです、そう、うん、なんか見ちゃってますね、なんか見ちゃった、いやなんか一人だから脱落しようかなってちょっと悩んだんですけど、うん、でもなんか先週サチが宝くんに妊娠しましたっていうのを伝えて、でなんか宝くんも養子縁組とか里親制度まで調べて、ね、すごい、そんな子いないよね、こういうこともできる、こういうケースもあるみたいな、まあ、迎えに行けるよとか、 Google で検索できるのか、でもすごい、いや検索したにしてもまとめたりするのは結構大変だよ、うん、この子すごい子なんですよ、うん、でまあ小さい頃からそういう子だったっていう描写もあったんですけど、そう で、まあ、でもその産婦人科の先生も中絶は指定してしませんと、今のこの状況はっていう話とかもして、まあ、悩みましょうって言って、とりあえず親に言わなきゃねって言って今週親に言うシーンなんです。2人で会うの？いやそれで僕から言うとか言ったんですけど、私から自分で言いたいって言って、それぞれ夕飯どっち、それぞれで、あの自分の親に、宝くんはお母さんに言って、サチ、うん、もお母さんに、食卓でですね、うん、夕飯時にお父さんがいる場所で、お母さんしかいなかったですね、で、なんかそのシーンをこう同時みたいな感じで映す、カットバックするわけね、まあ、なんかそれがやっぱそこの間の妊娠を検査する時みたいな感じで、すごいなんかこっちがドキドキするような映し方で言えないんですよ、こうなんかもじもじして、これ何食べなよとか言って、なんか普通の会話しながら言うっていう、最後に妊娠したって言ってお母さんのアップで終わるんですけど、それがもうなんか絶妙な顔で、石田ひかり、お二人とも、あ、二人とも、うん、三村さんも、うん、でもなんか確かに自分が親だとして高校生の娘に言われた時の顔っていう感じで、ショックだよね、うん、なんかすごいそういう映し方がこのドラマ上手だなと思って、なるほど、すごく不安になりました自分、うん、来週またね、 どうするか結論は、まあだって最後顔で終わるんだからまだに決まってないじゃない、ね、うん、だ今説明聞いたでしょ、そうですよ、一応念のため、いやどう聞いたってよ、そこで終わったでしょドラマ、あと6週間はあるよって言われてるんで、多分2人は悩むんですよね、うん、こっからでも歩むんでしょうけど、まあ無んだろうね、うん、じゃあ次、足を砕いてですね、花と
鬼太郎さんでしたね。今回もう一つだったね。そうですね、うんうん、あんまり鬼太郎さんと中村徹の、うん、こう ドライビングしてなかった感じはしました、うん、里芋とイカの煮物もあんまり機能してなかったな、うん、まあこの 12を全部テンション保つのはなかなか大変です、ね、確かに大変ですよね。鬼太郎さん何に勘違いされてましたっけ。なんだっけ、もうすぐ死ぬ人。あ、そうだ、余命がない人っていうね、うん、それで杖を置いて、あ、自分の足で帰ってたんだよね、うんうん、でゲートボールまで90ですよね、もうとか言われて90なわけねえだろ、どう見てもそう、なんか来世は結婚できますよみたいな言われてました俺が結婚できないことになっているみたいな、うん、勘違いがおかしい、ね、面白いよね、うんなんかでもネットで話題らしいよ。あ、そうなんだ。今期短いけど一番面白いっていう。まあ、でも納得、うん、これその原作がねあるじゃないですか、はいはいはい、飯を食らえて花と継ぐってやっぱりなんか覚えにくいんですけど、うん、これ、まあ、仮に映画とかだったら買える、許諾取れたら。いや、やんないんじゃん多分これ。やんない、うん、大変そうだ。まあまあそうなんですけど、うん、でもタイトル覚えにくくないですか。覚えにくいですね、あんまりいいタイトルだと思えないんだよな。やっぱ覚えやすいのはちょっとありがたいです、うんうん、でも来週は高橋ひとみさんの三下駄です。どうなることやら。サムゲタン専門店誘ったけど行かないんだよこの人。行かないってことはないんだよ。いや行かないじゃん。チョイスしなかっただけ。だからチョイスしない。冬に行きましょう。いや冬に誘ったけど行かなかった。そう。あの新大久保にサムゲタン専門店で有名なところ。なんかね、サムゲタンだけだろ。なわけないだろ。サムゲタンだけなわけない。まあサムゲタンだけかもわかんないけど。まあでもいろいろ来てありますよ、ね。うん、韓国料理店だから、まあね、そこは。はい、じゃあ行きますよ。いやいいよ、無理に行かなくたって二度と誘わねえよ仕方ないなみたいな、はい、さっちゃん僕はこれはお二人ですね、ご覧になったの。隣に旦那がやってきて、うん、それで分かってるからシノにセックスするんだよね、うん、その声をあの隣にいる、うん、京介に聞かせようとする、うん、彼のあのそういう行為が面白いよね、うん、なんか京介はあれでまたちょっと、うん、ムラムラくるの、うん、心が動いちゃいそうで嫌でしたよ私、うん、ちょっとって思ってさっちゃんがやっぱりさっちゃんに持ってないものをしのさんは持ってるから、ね、やっぱり京介の中でいかんともしがたい欲望はあるわけだよね、うん、せっかく断ち切ろうとしたの。まあ僕はさっちゃんみたいな女の子最も苦手なんで、うん、うん、絶対うん、もうだから女性っぽいの歌なんだよ僕は本当に。そっか、さっちゃんは女性っぽい、ね、さっちゃん女性っぽいじゃん、女性っぽいというか子供っぽいのかもわかんないけど、うん、ああいうなんかセックスしてもいいよとか、もうああいうセリフ吐く女性は絶対無理で, もなんかでも実は嫌だから泣いてたじゃん。泣いてた、もうそう言ってるくせに悩んでるからねかわいそう。まあ、ちょっとこの片桐京介君と幼い幸さんは合わないと思う。合わないですよね、うん、私最初からいいと思いました。最初から合わないと思うよね。で高校生のなんかこう何落着しない恋っていうことであればありかもわかんないけど、うん、もう大学行ったらそういえば俺にも昔サチっていうガールフレンドがいたなぐらいな感じでいいと思うんだよね。サチちゃんも早く磯崎誠とかとくっついた方がいいのにね。なんかよく続いてるな、うん、的に本当に。まあでもその何自分のこう気持ちとしての好きっていうのが あるのはしょうがないよね。この論理じゃ片付けられないものが愛恋だと思うんでかっこいい、確かに。ああ僕はこうサチさんみたいな女の子はもう本当苦手、近寄りたくもない。あそう、うん、あそうなんだ、うん、じゃあねぐらいにしたいね無理、絶対無理。はい、じゃあ次水曜日多層圏の女、面白かった今週も。今週焼き芋、焼き芋の芋にまつわる事件それで、あなたの好きなあの岩谷健二さんが容疑者だな。いいですよ、あやってないけど僕が犯人ってことでいいですよって言ってたよ面白かった岩谷さん。どうせねもう僕はほら会社辞めなきゃなんないしみたいないいですよ僕が犯人ということでもうそうしてくださいって言ってたな、面白かったよなかなか。先週は先週のこと聞かれてもな覚えてない。先週は何だっけ、あ、そうか、2週にわたって話さなきゃいけないのか。そうか、そうか、先週は何だっけ、先週は何だったかな、
これ上書きタイプなんで、あ、思い出せないですね、うん、ちょっとあのきっかけくれないと何だったかも、1話完結だから、そうなのよ、うん、もう昨日で上書きされちゃうから。ゲスト誰だったっけ、ね、それいつものレギュラーなんで、そんなに見させられてもわかんないから。なんかレイが動画にレイや、レイが映ってるというコメントが、ちょっと俺見たんですけど、その幽霊屋敷に血がついてんだけど、それは鉄、鉄のせいだ。あ、はい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 、言ってたやつ。それでどうなんだっけ。その後は何て書いてある。幽霊屋敷で起きた事件の真相とは。あ、それだけなの。呪われた死体、なんかあんまよく覚えてないな。誰が出てたんだっけ、それでゲストは。ゲスト、どれがゲストなんだろう。これか、森脇恵里子さん。知らないの。か、倉島カレンさん。うん、村、村聡さん。あんまよく覚えてないな、先週、はい、もう完全に昨日で、はい、岩谷健二さんのキャラクターでうまく上塗りされちゃったな。岩谷さん、地面師たちにも出てきてる。まあそれはだって売れっ子だもん、脇役で、うん、はい、はい、いいんじゃないですか。面白かったです、はい、うん、新宿野戦病院面白いよね、やっぱこれ、うん、昨日のしげさんには笑ったけど先週、うん、あの陽子が、うん、圭介の娘だっていうのが分かったんじゃなかったっけ。そうそう、だから律子と高峰が話して、うん、それであの病院の首脳である、うん、あの弟の圭三と、うん、それから白木愛さんと高峰葉月に話をして、うん、娘に継がせてやってくれって今週にもまたがってたけど、うん、まあそんな感じですよ。そうですね、で葉月がなんか暴れちゃってホストクラブでシャンパン開けまくるっていう、ね、うんうんうん、で昨日があのいつも寒くなると寝に来る、うん、ホームレスがいて、うん、それに陽子が一生懸命優しくしてあげて、うん、シャワー浴びさせてビール飲まして、うん、あれよかった、うん、そしたら彼が倒れて運び込まれてきて、うん、それで遠くの歌舞伎町からエクモがあるとこじゃなくて、エクモがある、あのなんだっけ、勝どき橋まで行ったら、はいはい、そしたらなんかあの先にあのなんだっけ、彼役者名忘れちゃった、演じる防衛副大臣が、うん、なんかあのこっちの方が重要だからってんで、うん、エクモを彼に回したことによってそのシゲさんが死んでいくっていうね、うん、で一方高峰圭三に陽子が無免許医だってことがバレるっていう、うん、それでいまだに、高峰徹は南舞が SM 上であることを知らないっていうね、うん、なんかしかももう彼女には飽きたみたいに言ってます。2番目かな今は。だから陽子のことが好きになる。そうそう、なんで陽子を好きになったの。あのハグされた時に胸が当たったあれが厨房かお前は。何ですかこの人の。いやでも気持ちはわからないでもない。まああの何が人を好きになるかのきっかけなんかその人のあれだからね。うん、マイちゃんあんなに好きだったのに。うん、岡本裕太がさ、あの非番の時に犯人を捕まえられる条件とかっていうとググってんのがおかしかった。面白かった。面白かったね。現行犯じゃないとダメ。うん、浜田岳さんいいですよね。浜田岳面白い、うん、なんか独自固有なこう役回りをしてるよね。まあ割とあの工藤勘さんが好きな狂言回しみたいな、やっぱりこう位置に、うん、あの浜田岳演じる岡本裕太はいるよね、うん、これって結構演じるの難しいんですか。あの主役でもないその止めでもないみたいな、この中途半端なポジショニングはやっぱり力がないとなかなかできないでしょうね。これできなそう、他の人と。相変わらず生瀬さんの現代的なヘアが気になるよね。ヘアカットどこでしたのか。これってこの役のため。この役のためですよ、もちろん、うん、あと相変わらず塚ちゃんが演じてる堀忍がおかしい。今回あれですね、タイ語喋ってました。韓国語、タイ語、あとなんか、うん、まあもちろん英語と喋ってた。結構長いからすごいな、うん、大変だろうねこれ全部覚えんの。大変。それなりに言語っぽく聞こえなきゃなんないしね、うん、いや小池栄子のあの英語も大変だと思うけど、うん、まあでもネイティブの人からするとちょっと聞きづらい。ネイティブだってどこのネイティブだよってのあるじゃん。だって地方によって発音なんか全部違うよ、アメリカ英語なんて、うん、だって今ロスの英語とニューヨークの英語なんか全然違うから、うん、でもあんな英語喋る人はいなくないですか。いやそれは分かんないよ、だってもともと日系なわけだし、日系だってどういう日系かも分かんないもん。まあもちろんあのネイティブの話し方には聞こえないけどさ、うん、英語なんて人それぞれだからね。そうですね、うん、そもそもいろんな国から来てますし、もうオーストラリアの英語とアメリカ英語とブリティッシュイングリッシュなんか全部違うもんね、うん、
だってもう言語も言語っていうかあの語彙も違うしね、うん、語彙も、うん、そうですね、うん、だからもうロサンゼルスのぬるい英語とかさもう全然聞き取れないし聞き取れないみたいですね、うん、あと俺ブリティッシュイングリッシュも聞き取りにくいんだよねついちゃうし、ね、ヒュー・グラントが喋るような英語、うん、だからまあそれを言ったらまあ人それぞれだと思うよもちろん僕にもネイティブには聞こえませんけど、うん、ネイティブのようには聞こえませんけど、うん、まあドラムの設定だからね、そうですね、別にネイティブが喋ってるように聞こえなくてもそこは僕は容認できますね、うん、まあ、できない人は脱落でしょうね、うんうん、なのでこれも大変面白く見てますね、うんうん、今期の面白いドラマ候補ですね、あと葵ちゃんがまた頑張ってますね、葵ちゃんはいいよね、やっぱいい役者だなと思う、うんうん、お父さんが破傷風になってると脅かされるとこ面白かったけどね、足切りますかとか言ってかわいそう、やめてくれよ、なんとかしてくれよみたいなね、あれおかしかったよね、結構でもあの DV 親父がね、うん、ほら、薄田あさみさんがまたヘタレだから、いや、あの薄田あさみはさ、この間見たあれ思い出したよ、システムクラッシャーのお母さん、あそうなんだよ、ね、うん、もう絶対無理だから、お父さんの言うことで聞いちゃうから、ね、聞いちゃう、もうあの、もう依存しないと生きられない人だから、葵ちゃんそれもう分かってる、ね、分かってるから、うん、おめえ電話変えろよっつったもんだって、うん、そりゃそうだよ、絶対出ちゃうもん、また俺はもう心入れ替えるからあんなこと二度としないからさ、また一緒に住もうよ、うん、とか言うとまた、ね、へいへいダクダクと一緒に住んじゃうタイプのお母さんだよね、あれはね、やばいですよあれ、うんうん、じゃあ次、アターブルノスタルジックな休日、何作ってたの昨日、椎茸ご飯と、椎茸ご飯、それ炊き込みってこと、炊き込み椎茸だけなの、いや、なんかいい具材も入れてましたねいや、なんなのそれは、じゃあちなみにでもなんか上に乗せてませんでしたっけあれでも、乗せて炊き込んでたよね、ちょっと待って、炊き込みご飯っていうのは混ぜちゃダメなの、うん、混ぜちゃダメ、乗せないとダメなの、あ、そっか、私なんか知らないの、炊き込みご飯って混ぜてるものも炊き込みご飯の、炊き込みご飯はご飯に混ぜるとムラができるんだよ、うん、ご飯にうまく炊けないの、だから炊くときはご飯を敷いてその上に具材を置かないとダメ、ここで混ぜちゃダメなの、絶対にこれ鉄則なんですよ、炊き込みご飯なんか生卵を割ってましたね、上に、炊き込む前に、炊き込んだ後、最後です、あ、それはよくやれてたよね、うん、あと余熱で全部ほら、あのちゃんとあのご卵が温まるんで、うんうん、チャーハンみたいな感じになるよね、あ、確かに、うん、あとね、かんぴょうと厚揚げの含め煮、あ、美味しそうじゃん、うん、それも入れるの、上に乗せるの、それは別に作って、あ、それ別か、3品作ってて、うん、しいたけご飯とかんぴょうは ちなみに何が原材料だか知ってますか、かんぴょうはもちろんあんたグルメだから知ってますよね、まあ、でも知らないよね、普通の人は、でじゃあ佐藤さんに正解を言ってもらいましょう、あれってウリの一種なんですか、夕顔だよ、夕顔かなんだ知らねえじゃんかよ、あのこう切るシーンはよくニュースとかで見ますけど、はいはいはい、こういうね、飲みでこうやって周りに、なんだっけ忘れちゃう、うん、あれを干してかんぴょうにしていくんだけど、元は夕顔なんですよね、あれはね、うん、あともう一つがヒラメのボンファム、ボンファムって知らないの、ボンファム、どうもね、白ワイン煮込み、ね、白ワイン煮込み、ボンファム、うん、いや俺聞いたことねえな、ボンファムって、うん、なんかクリーム煮みたいなと思ったね、最後、うん、美味しそうだね、うん、これはじゃあ何ソテーしてそこに白ワイン、ね、最初煮込む感じでした、え、焼かないで煮込むの、うん、あ、うん、ってことは煮込みの魚ってこと、うん、それを白ワインで煮込んだやつを、うん、あのバターをつけたあのちょっとなんていうかな、あの厚いタイプの土鍋っぽい感じの薄皿に、うんうん、バターつけてそこに移し てそれを焼くんだ、それ焼かない、焼かずに食べてたかな、グリルかトースターとか入れてなかった、どうしてたっけ、いや最初にそのバター塗って魚入れてワイン入れて煮て、うんうん、魚だけ取ってそこにミルクとかを入れて、あ、ソースを作っていくわけね、ソースを作ってかけて、うんうん、そうだ、急いで食べなきゃとか言って食べてましたね、うん、なるほど、そういう作り方か、うん、美味しそうでしたね、ボンファン、ちょっと聞いたことない、うん、いや僕も聞いたことないな、ボンファン、美味しそうでした、うん、次、日だまりが聞こえる、なんか BL っぽくなってきて、いい感じだよね、いい感じ、あ、そうなんだ、うん、だって最初 BL に見えなかったからあんなこと言われたのに普通に出てきて悪かったなっていうのが良かったよね、あれ、そう、リングこの2人の関係なんかいいですよね、うんうん、なんか予告編のところでさ、もうお前が嫌なことは二度としないから、いや、別に嫌でもなかったけどってあれおかしいよね、なかなか、ちょっと友達っぽい感じがまたいい、うん、
なんか微笑ましく見てますね。そうなんです、うん、でも浩平くんがどんどん耳が悪くなるのがちょっとかわいそうだけど、ちょっとこれから辛そうですね、うん、で全く耳が聞こえなくなる時のことを考えて手話を始めようと思うんだろうね、あれきっと。そうですね、うん、まあでもそれにしてもこの子はちょっと陰キャだよね。やっぱこう人の行為を信じられないんだよね、やっぱりね。まあその気持ちも分かんなくもないか。なかなか拒絶され続けてるとということで、結構日だまりが聞こえるわ、微笑ましく見てますね。で、レンドラでよろしいでしょうか。はい、どうぞ。ドラに翼はちょっとやっぱりなんかいろんな話が錯綜してるので、うん、これ説明するのが下手な私にとってはなかなかハードルが高くなってます、うん、そうですね、うん、あのトラコとトモコと星光一との交渉もあるし、うん、まあ、裁判所の中の人間関係もあるし、それから娘、これ今さ、うん、彼女は何なの一体。支部長、支部長は何なの。支部長は何の権、あのね、まあ基本は火災担当なんですけど、うん、もう支部長だから刑事もいろいろやるんですよ、ね、だから支部長って何なの。そのいわゆるその検事とかではないわけじゃない、うん、検事とかではない、ね、何なのこの人は。こうあの検事ではなくて判事ですよね。あ、裁判官ですよ。あ、そうなんだ。そうあ、裁判官の支部長なの。そう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 、新潟支部の支部長なんです。あ、そうなんだ、うん、じゃ あの裁判のあそこに座ったりするわけ。するする、判事席に。そうそう、でほら人が足りないから刑事のものもちょっと、うん、刑事も借り出されたりするわけですよ。あの火災の支部長なのに刑事事件も借り出されるわけ。なんかだからね、太ももはすごい、あ、そういう時代だったのかなっていう感じですね。で、だって今週じゃない、裁判官の、うん、裁判長もやるわけ。裁判長もやってます。裁判長もやるんで、うん、罪も決めなきゃいけないんだ、うん、でも、ね、基本刑事はだから星光一がやってるんだと思うんですよ、うんうんうん、で、まあ火災の裁判長はやると思うんですけど。なるほどね、うん、あ、じゃあその借り出された時は判事しかやらないんだ、うんうん、だから今週事件は、うん、あの火事でね、放火だっていうことで、うん、大日朝鮮人の人たちが捕まるんですよ、うんうんうん、それで、一人も捕まっちゃって牢屋にいるところに、うん、あの手紙をね差し入れるんですけど、その手紙になんか火をつけてしまったようなことを翻訳されてるんですね、うん、こういうふうに検事が手紙でこういうふうに言ってますとか、うん、でところがどうもそこの文書に違和感があるから、うん、智子がそれでハン・ヨンスさん演じる、うん、まあ、今は京子ですよね、サイ、うん、ちゃんの京子に訳してもらう。そうそうそう、と全然違う。そしたらそのなんかこの韓国語の流れでいくと、うん、そのすごくなんか心配してるみたいな、そういうことだったのかな、うん、だから全然そんな役じゃないですよっていうのを、うん、じゃあこれをね、あの自分がこう訳してもらったらこうなってますけど、うん、これをその裁判の場に出してもいいですかっつって、で、あの、まあ、弁護側に、うん、高橋克実さんの弁護士に言わせたら、うん、まあ、やっぱりもう全部やっぱり証拠は全部崩れてって、うん、いい加減な証拠だからさ。まあそうだよね、朝鮮人だろ、そいつ犯人でいいじゃないかっていう。だからそういう当時のそういう差別みたいなのもあって、うん、でその、同僚の岡部宏樹、まあその下だけどね、うん、彼はもう絶対そのやってるんでしょうとかって言ってたのが崩れちゃって、うん、それで彼はちょっと反省してるっていう、そういう感じでした。今どれ指差した。岡部宏樹さん演じる入倉、うんうん、まあ、だからでもその星光一はいやその人間だからね、やっぱり揺らぐこともあるし、それはあんまり気にすることはないみたいなことも言ってましたね。うん、でほらもともとそのいろんなのが今度入り混じってるから、うん、なかなかこう整理して捉えるのがご説明するの難しいですよね。そしてこう群像でいろんなエピソードがあるから説明下手な私には無理ですと。難しいです、無理とは言いませんが難しいです。なるほど、ご容赦いただければ、うん、まあ、僕は容赦しないけど分かってますよ、あなたが一番容赦してるんじゃないか、うん、絶対サコちゃん容赦したらダメだから甘えるだけだからもうド S ですね。もうそこははっきりさせないと。分かりました、主催者にして MC なんですから。はい、うん、で、はい、で、まあまあ虎に翼はいいですけど、うん、今週だからあのあれね、地面師、ね、地面師たちを見たんですよ、うん、キャストすごいもんね。キャスト、まあだから綾野剛さん、あれはネットフリックスだよね。そうです、綾野剛さん、豊川悦司さんが、うん、まあ2人の地面師の、まあ、主人公ですよね。リリー・フランキンさんが出てたから、うん、俺リリーさんはどんな地面師やのかなと思った。刑事で、刑事刑事だったんですよ。なんだ
でその部下っていうかもう引退間近の刑事 でそこに池田エライザさんが、うん、まあ、部下として池田エライザも刑事なの刑事で、うん、本当は捜査一課に行きたいけどとりあえず捜査二課で鉄さんの勉強をしろと捜査方法いわゆる検事さんも刑事なんだいわゆる検事は上司なんですよ、ね、上司なんだ、うん、刑事部長そうネタバレ言っていいのこれうんまずければまずいでやめてえもう全部見たんでしたっけだって7話まで見出したら全部見ちゃったのそれ完結ですか完結ただこれで海外でも受けるかどうかちょっと分かんないなあだって例えばその土地売買でさ印鑑証明とか本人確認とか登記とか国によって違うじゃないですかでもそれはほら別にその国の特有のもんだと思えば見られるんじゃない、うん、なんかちょっと韓国ドラマっぽいけどね、うん、あの絵面が、うん、どうなんですか、うん、韓国ドラマっぽいとは俺は思わなかったですけど、うん、何をもってして韓国ドラマっていうのはちょっとよく分かってないんで剛腕強引エネルギッシュパワー剛腕強引でもないノワール、うん、ノワールっぽい感じはするけど、うん、あとねあの地面師でほらピエール滝さんと、うん小池栄子さんとあと沢村、うん、すごいキャストだねそう本当にでこれピエールさん出てるけど、うん、あ音楽を卓球がやったんですよなんか卓球さんのコメントでしたね、うん、石野卓球さんの音楽なんかあれでしょ監督尾根仁でしょだってそうそう尾根さんで尾根さんと卓球さんで組むのをずっと考えてたみたいなことでした、ねうん、あそうなんだ、うんうんで2つ大きな地面師たちのグループが扱う、まあ、いや違う扱う物件があってさ最初の方に駿河太郎さん演じる、うん、ちょっと中高っていうか中堅あの、まあ、新興か新興の不動産デベロッパーを、うん、あの騙す案件が10億か10億で騙す案件があでその、大和浩二さんが出てるやつはもう石油ハウスっていうのはこれ積水ハウスの積水ハウスだね要は例のあの五反田目黒かそう五反田五反田五反田いや目黒でしょ五反田いや目黒でしょ目黒区かもしれないあれでしょ目黒区かもしれないけど五反田駅から歩いてすぐですよいや目黒駅でしょ元旅館ですから元旅館の三角のところにあるでしょいやまあ目黒のいやあれ目黒でしょ五反田ですよいや目黒でしょ目黒が沿いだけどね目黒だと思ういやまあいいや、うんでそれをあれドラマの中でまずいから五反田に変えてんじゃないドラマの中では高輪になってるあ高輪になってるんだ、うん、だけど石油ハウスって積水ハウスなのまあまあそうだねだってもうロゴも似てたし、ね、まあそうだよどう見てもそうだと思う、うん、あの事件だと思う、うんうん、で大和浩二さんは最初に大井町ですごいでかい案件をやってたのに、うん、なんか相続争いが起きちゃって、うん、そこはパンになっちゃうんですよなるほどそれでちょっと自分のポジションがやばい危ういのでそのでかいネタでそうそうネタ探せって発見しようとしてそうそうそれで地面師にネタ持ってかれちゃうんですよねで松尾さんは、まあ、ライバルですよ、ね、ライバルね、うん、だから俺そのもともとその積水ハウス事件はすごい興味があったんで、うんまあ、事件の概要もなんとなく分かってたんでだって天下の積水ハウスがさ、うん、そうそう10億だっけあれそうあれいや何十億か100億いや4、50億です4、50億、うん、すごいやられたって、うんうん、しかもさあれ誰もがあそこ欲しいけどその誰が持ってんのか分かんなかった土地を、うん、なんかまたそのなんか俺は我々が権利持ってるってそんなわけないだろうって話なんだだからその本人を連れてきて、うん、本人確認させるわけですよ、まあ、それがまあこのドラマでも踏んだんですけどね、まあ、詐欺だよねそこは完全にでこれなんで見たかっていうと、うん、そうちょっと、まあ、別の打ち合わせしててね、うん、地面師たち見てて、まあ、あれどういうことなんですかねってあ何ですかって言って俺見てなかったから、うんうんまあ、その高野のすごい物件はお寺なんですね、うんうん、でその海女さんが一人で、うん、もう絶対ここは売らないって頑張ってるお寺なんですけど、うん実はホスト狂いで海女さんが、うん、でそれは誰が演じてんのあ河合夏実かそうあそれ役名だ河合夏実を演じているそう、まあ、そうか眉違うホスト狂いで、うん、ホスト狂いで、うん、週に1回か2週間に1回ぐらいホストクラブに行って遊んだ後にホテルに連れ込むんですよあで 5P ぐらいやってるわけ 5P?、うん、すごいね福岡泉、うん、松岡泉ところが全く脱いでないわけ、うん、男はパンツ履いてるし、うんうん、その松岡さんは、うん、あそれであれってどういうことなんですか、ね、キャミソールとかしてるし、うん、はぁってなってそんなわけないだろうってなったしその人はそう思ったんだそうで
で、そのホストの騙すを騙すっていうか、ホストの不当客にしてる吉村海人くんは、実はもうこんなおばさん相手すんの嫌だとか言って、もう今日も疲れちゃったよ俺はっつって、こう3、4人まとめてくれっつって、今度は東横キッズを連れてくるわけ、ラボに、で連れ込むわけ、そうすると その子たちも全員ブラジャーパンティー履いてるわけ。まあね、そりゃないわな、もうね。で、山本浩二はこうバイバイ成功したっつって、その不倫相手のね、同僚の女とその土地を見ながらバッグでついてるわけ、これもブラジャーに洋服スカートなんか履いてるわけ、はぁってなって、で、これってどうないんですかと、これは一切もう脱いじゃダメっていうレギュレーションになってるんですかねって。なってんじゃないかな、多分。で、ネットリックスってアメリカの会社でしょ、だって。だけど、全裸監督は脱いでるわけですよ。だからあれがかかってんじゃないの、森田のぞみさんのや脱いでますかね。あれがかかってんじゃないの、それ見られるあれがあるんじゃないの。でね、で一応俺調べたら、全裸監督はあの18プラスってなってる、標識がね、あるんじゃん。で、地面師たちは16プラスになってました、ほら、だからね、X 指定なんでしょ、R 指定なんだね。そう、多分ね、でも そこにすごいなんか、いや、アメリカのドラマの方が厳しいから、来てたスタッフの人たちはすごい違和感を感じて、違和感ってことはないし、なんかこういう風にしないといけないんだろうか、いけないんでしょうね。まあだから、でそれが、その他も全部やんなくちゃ、そうや、もう風潮としてそうなってるかのように思われたみたいで、アメリカのドラマの規定が厳しくて、多分そのジャンル分けしてる、だからそのレギュレーションによって厳しさが違うと、そうそうそう、そういうことだと思いますよ。だからその先生の白い嘘の話も出てて、でもあれも脱いでないじゃないですか。まあ脱いでないよね。だからなんかこう、そういう違和感のあるシーンをこう演出しなくちゃいけないのかっていう、なんかすごいストレスを感じてらっしゃったので、まあそれはしょうがないよね。でも、でそれは映画だろうがドラマだろうが、そういうレギュレーションで出すって決めたら、そのレギュレーション内で表現しないといけないってことですよね。ということです、監督。そういうことですよ。安心してくださいと思います、はい、特にアメリカは厳しいからね、アメリカめったにその自主映画というかインディペンデントでない限り脱がないし、女優はもうヨーロッパスポスポ脱ぐけど、ね、アメリカはほぼ脱がないですよ、まあ、たまに脱ぐけど、有名女優でも、でもあれ有名女優で脱ぐとまた結構ね、そのいろんな契約に差し障ったりするから問題があるんだよね。で戻ると、まあ、ドラマはやっぱりもうさすがにネットリックスで予算もかけてるし、演者さんも皆さん素晴らしいから、もう超豪華キャストじゃないですか。まあ、引っ張り方は上手いわけですよ、次から次どうしても見たくなっちゃって、訴求力を、ね、一話見たら最後、もう最後まで行っちゃったっていうね珍しいね、サゴちゃんにして。まで、ただ俺はセクシャリストの事件も興味があったんで、もうちょっと違うものが見られたかなと。見終わった瞬間は面白かったなんだけど、はたと考えるとなんかもうちょっと欲しかったかなって感じはちょっとありましたね。なるほど。セカンドシーズン作ろうと思えば作れるとは思いますけど、原作はないのね、あれは。いや、原作あります。原作は誰、はい、ね、吉田さん、有名なの原作は。すみません、私は少なくとも知らなかったです。あんただって誰も知らないじゃん、だって誰もは言い過ぎですよ。だから知ってんの、じゃあ小説東野圭吾さんとか知って。いや、そんな誰でも知ってんだよ。だって東野圭吾さんなんか、誰かが私を殺した、オーディブルでなんかミンティアタダで配ってましたよ、ミンティアタダなの。タダで、これロッキーだね、新庄光さん、新庄光さん、新庄光ってどうしかも、ああなるほど、はいはいはい、これだから困るんですね、やっぱ、面白いとずっと見ちゃうから。まあまあいいんじゃないですか、体力があるんだろう。ネットフリックだってみんな夜中から朝まで見たりしますよね。そうそう、そうするともうドラマのこと忘れちゃうわけですよ、他のドラマのこと。まずいじゃないですか。まあね、ちゃんとメモればいいんですけどね、メモった字が何だっけなと分かんなくなったり、まあ分かりますよ、はい、それは、ということで9割方出たんですかね、ドラマ8割、もう、いや、ほぼ9割、スカイキャッスルが出て最後じゃないの。あ、もう1個あったな、1個2個、もう1個あるな、もう1個あった、最後に残ったやつが、なんだっけ、団地の2人、素晴らしきかな先生、それだ、素晴らしきかな先生が出て、完璧ワイフによる完璧な復讐計画、それだってあれでしょ、ゴールデンタイムじゃないでしょ、ゴールデンタイムはそれだけですね、だって夜中はほら、変な時期に始まって変な時期に終わるから、あんま関係ないな、
でもゴールデンタイムは基本的にやらやから、そのということで素晴らしきかな先生、うん、それが最後じゃない、それ誰だっけ、うん、誰のやつだ、生田絵梨花、あ生田絵梨花、うん、それが最後だねゴールデンタイム、うん、まあ、 あの竹内さんもしんどいでしょうからどんどん脱落していただいて、いやもう別にあのもう別に執着してないので、うん、すごく楽に見てます、はい、でなんかほら竹内さん録画もしないの、あそうそうそう、録画しないんですか、録画とか関係なくて、うん、録画しようがその TVer であろうがそのいつ見るんだって話なんだよね、うん、もうだからリアルタイムで見逃すともう見られないんですよ、時間がなくて、箇所分時間がないと、箇所分時間がないです、うん、だって今日だってね資料作り終わったの2時とかだしさ、うん、お疲れ様です、いやいやそうじゃなくてそうあの1回見逃すとやっぱり見られないですよ、だからもう時間がないと、あとねうちで最近ご飯あんま食べないんですよ、うん、でご飯食べる時に TVer で見てご飯食べたんだけど、うん、うちで最近あのご飯、まあ、昨日は作ったんで、うん、そのあのなんだっけ、西園寺さんの初回と、うん、なんだっけ花に次ぐを見たんだけど、ね、飯を食らいた、飯を食らいながらじゃないと、その余ってる時間に見るわけじゃん、なるほど、その飯食う時間以外余ってる時間ないんだよね、はい、ということです、うん、はい、そういうことで録画しようが TVer でしようが結局そのいつ見るんだって話が僕にはまとわりつくってことですね、はい、ということでした、佐藤さんみたいに早起きして見たりしないし、早起きしてるわけではなくて、うん、早く目が覚めちゃうだけ、早起きじゃん、だから自然に覚醒するんです、それで結局映画館で寝てんだったらしゃれかと思うんだけどね、うん、うん、ちょっとね今週も問題は結構ありました、 あったんですか、はい、うん、問題があったんです、宝島でしょ一本一本の動画でそれぞれ、はい、まさか全部寝たわけじゃないんですよ、寝てはいないんですけど、そうか、ということで今週のドラマについて語ってまいりました、はい、どうもありがとうございました。